朝飯前の一仕事を終えた彼は海の方に足を誘われた。今朝の海が妙に美しく愛おしく感じられたのだった。朝はいつだって海は素晴らしかった。空よりも青く澄んだ海が朝日にきらめき、それを見ると心まで深い海原のように穏やかになるのだった。彼は海と共にあった。彼の体の中を潮が満ちていた。生まれてこの方、この海を離れたことはなかった。それほどまでにこのふるさとの海を愛していた。俺がと彼は思った。俺がここを離れるなんて考えもつかんことだ。俺は生涯ここで生きるのだ。ここで生まれ、ここで生き、そしてここで死んでゆくのだ。死んだらあの海と流って俺の愛したこの地に波として押し寄せて、一日中海原の歌を奏でよう。彼の一日はゆっくりと流れる。まるでこの海のさざ波のように、今朝とて昨日と変わったことなど何もないが、今朝の海は常にも増して美しく感じられた。恋人が遠くの方から微笑みながらやってくるようだった。甘い調べを囁いているようでもあった。彼は帽子を脱ぐと朝風に髪をなびかせながら海辺に立った。その場に立ち尽くして波の動きを見つめた。見つめながら何も考えなかった。ただうっ
人と見つめているだけだった。すると海の方から彼に語りかけてきた。彼は静かにそれを聞いていた。聞き惚れている彼の顔には水面に反射した朝日の光が波紋となって踊っていた。それはさながら海の精霊が彼を優しく抱きしめているようだった。こうした彼の生活が一変してしまったのは、彼の住む海辺の土地に原発の建設が決まったからだった。それ以来地権者の集会が連日連夜行われた。村は原発推進派と反対派に分断された。強固に反対を表明していた。彼は次第に反対派の代表的存在になっていった。ある時彼は集会でこう発言した。原発が立ったらこれまでの平穏な暮らしは終わってしまうのだ。いつもそしていつまでも放射能の恐怖に怯えた生活なんてまっぴらごめんだ。地震が起きるそのたびに原発事故を心配し、津波が来るたびに福市の再来に怯え、国際紛争の度ごとに原発テロの悪夢にうなされてしまう。原発がある限り我らの頭上にはダモクレスの剣が吊るされており、我らの心には死の不安という棘が刺さったままだ。原発は事故が起きなくたって稼働しているだけで、環境は汚染されてしまうのだ。海は放射能で汚染され、
魚は安心して食べられなくなる。大気も大地も汚染され、健康は徐々に損なわれてゆく。一体全体戦後以来、糖尿病が50倍にも増えてしまった。その原因は何か。医療が充実したのに、がんが二人に一人がかかるようになったのはなぜなのか。それは生存環境がますます悪化しているからではないのか。安全と健康を犠牲にしてまでも、原発は暮らしに必要なものなのか。たかが電気を売るために日本列島を核のゴミで汚して構わないのか。危険な原発がない場合を冷静になって考えてみようじゃないか。豊かで綺麗な海さえあれば、海に出りゃ魚が獲れる。自然のままの大地さえあれば、土を耕しちゃ米も野菜も無尽蔵に売ることができる。安全な魚と野菜と米さえあれば、我らは子子孫孫ここで豊かに平和に暮らしてゆけるのだ。豊かに平和に暮らしてゆけるのだ。この天地自然に保障された豊かな海と大地と引き換えに、数千万数億のお金を得たところで、海から魚がいなくなり、大地から実りが失われたら、一体何を食べて我らは命をつないでゆくことができるだろうか。一体何に癒されて我らの心は安らぎを得ることができるだろうか。そうなった時に
元の豊かな海が金で買い戻せるとでも言うのか。失われた空が大地が命がその金で取り戻せるとでも思っているのか。この海と大地は遠い祖先からの贈り物であり、遥か先の子孫までへと受け渡すべき預かり物である。それを自分一代の欲得で売り渡す権利が我らにあるのだろうか。海や大地の真の価値は金銭では測れないのだ。清らかな波と潮の響きは日々の暮らしに歌をもたらす。海や大地の真の価値は金銭では測れないのだ。清らかな波と潮の響きは日々の暮らしに歌をもたらす。新緑の鮮やかさと黄金の穂波の豊かさは生きる糧と活力を与えてくれる我らに。生きるとは豊かな自然の美しさの中で生きることであって、自然から切り離された生活なんて虚しく味気ないものだ。原発から海を守るということは生きとし生けるものすべての命を守ることなのだ。どんなに札束を積み上げても海の代わりには決してならない。海が死に果て最後の魚の一
匹が死に絶えてしまったとき、その時になって初めて、お金なんて何の役にも立たないことに気づいても、もう手遅れなのだ。我ら人間も死に絶えるのだ。だから今ここでそれを食い止めるために、俺は原発には土地を売らないと決めたのだ。これは現在すべての命を守る戦いであり、未来の生きとし生ける者たちの叫びでもあるのだ。これは現在すべての命を守る戦いであり、未来の生きとし生ける者たちの叫びでもあるのだ。だが彼の訴えは虚しかった。事件者は一人二人と買収に応じて土地を手放してしまい、とうとう最後まで応じなかったのは彼一人だけになってしまった。一人になっても彼は反対を貫いていた。村からも孤立しても生きようとしていた。そして断固反対の意思表示のシンボルとして、自分の土地に手作りの丸太小屋を建てた。その丸太小屋は更地になってしまった。周囲の土地の中にあった。あたかも砦のように大地に踏ん張って立っていた。ところがある風の強い夜のこと、丸太小屋で寝ていた彼は
パチパチという火の燃える音で飛び起きた。気づいた時はもう火の手は小屋全体に広がっていた。炎と煙に責め立てられて、その上落下した丸太で打ち付けられて、彼は命からがら小屋から脱出し、闇の中を無我夢中で走り抜け、枯れすすぎの原の中で倒れてしまった。極度の疲労と全身の負傷からそのままススキの草むらの中で気絶してしまった。やがて意識が戻ると、彼の目からは怒りと恐怖の混じった涙が溢れてきた。その時であった大地に泣き伏していた彼を優しく抱きしめて、耳元でささやく者がいた。何も考えないで、今はただ私の胸の中で傷を癒しなさいと。それは懐かしい母の声のようでもあった。だがそれは彼が常日頃対話していた海が、今や母なる海となって具現化したものであった。お母さんと彼は弱々しい声で途切れ途切れに言った。僕は一人になっても原発反対の意志を貫いてきました。でももう疲れました。今は公立無縁で小屋まで焼かれてしまいました。たった一人では何もできませんでした。このままここで果てようと
思います。すると母にも似た海の女神はこう答えた。たった一人でもあなたの意志と行動は全宇宙の摂理を表しているのですよ。すべての人が間違っていても、あなたが一人でも真理の光を灯していれば、やがて誰もが自然の摂理に目覚める時が必ず来るのです。だからこんなことでくじけてはダメよ。あなたには全宇宙の意志と力が備わっているのです。さあ顔を上げて、今は何も考えないで、この春の日をありのままに感じなさい。さあ顔を上げて、今は何も考えないで、この春の日をありのままに感じなさい。今度ははっきりと聞こえてきた。泣き疲れた彼は涙を拭おうともせず、頭を上げて目の前の春の日を眺めた。そこには本来のあるがままの世界があった。本来のあるがままの世界に対して、ただ人間だけが自らの利益と都合に合わせて価値の優劣を決めて、無意味な意味を付加して反対賛成に分かれて争っている。しかし今彼の目の前に広がっている世界は、小高しき人間の欲望で濁ったくすんだ世界ではなく、現実としての真実としてのあるがままの世界であった。風になびく草原、光輝く草木の幹枝葉、
花に集う蝶や小鳥たち、大地に根を張り、青空いっぱい枝を広げている子たち。その梢から今まさに勢いよく萌え遺伝としている木々のおめ、大地と大空をあまねく照らして輝く太陽、刻一刻と渦巻き逆巻き、生まれては流れて下がる雲の群れ。おお自然よと彼は叫んだ。これらは皆私自身ではないのか。私は火であり、風であり、水であり、雲であり、鳥であり、木々であり、大地であり、大空であり、大海原なのだ。私は光として宇宙を旅し、風として地球をさすらい、水として雨土をめぐるのだ。火のごとく燃え、風のごとく自由に、水のごとく万物をめぐるのだ。そうだ、この宇宙の一切は私自身に他ならなかったのだ。今私の人としての存在は宇宙というより大いなる存在の束の間の戯れに過ぎなかったのだ。死など虚妄に過ぎぬ、私は永遠だとはなる存在なのだ。これらの自然に抱かれていると、異様のない懐かしさが込み上げてくる。それはちょうどふるさとに帰ってきた時の安らかさに他ならぬ。これが自然と共に生きているということであったのか。なんと澄んだ気持ちだろう。なんと晴れやかな気持ちだろう。太陽が命の輝きとして見える。風が
命の息吹として体に入ってくる。鳥の音が命の喜びの歌として聞こえる。して私は運命とか社会とか時代とかに翻弄される小さな小さなものではなく、あの太陽のように一つの全き存在であり、私自身が全宇宙であり、生成し成長し元に帰り、また復活し常に新たなる永遠の命だったのだ。して永遠の命と一つになった彼には、もはやいかなる恐れもなかった。彼の体の奥底からは命の炎が燃え盛ってきた。いかなる反対にも出会おうとも、彼は自然の摂理を灯し続けて行こうと決意を新たにした。疲労から回復した体でしっかりと大地に立つと、焼かれた荒野を立て直すべく、彼は焼け跡へと帰っていった。